あ、もう59分じゃん。これダメダメし。伸び伸びと。あ、皆さん、早い。おはようございます。チンボラって。チンボラって魚でしたっけ？貝。ゲストも皆さんありがとうございます。嬉しい限り。今日もやばいです、テンションが。美味しい貝を。フグ、フグ、あ、違うよ、アバさん、あれアバさん、貝。喋ってたら余計だよ。さあ、時刻は8時を回りました。 FM キルマンをお聞きの皆さん、おはようございます。3月10日モーニングエット、これから生放送でお届けします。宜野湾市喜友名、宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから、木曜日は私まなみとテンションマックス山内でございます。どうしたんですか。はい、どうしたんですか。よかったですね。何がですか。あ、テンション高くて。そうなんですよ、はい、あの今日オープニングトークをね、はい、僕がやりますと言いましたが、はい、なんとレアルマドリード、はい、パリサンジェルマン大逆転。勝ったんですか。はい、おほうおほうほう、おにぎりくんこと、はい、ベンゼマくん、おー、はい、僕の愛しきベンちゃんがですね。ハットトリックですよ、うん、すごくない。ハットトリックって何ですか。ちなみに3点取る、3点取ること。おー、ハットトリックもわからないんですか。あ、そういう意味なんですね。なんか、あ、なるほど。3点取って、3点取っても大逆転、トータル2試合トータル3対2。 おめでたいですね。これはもう素晴らしい。僕負けると思ってたんですよ。レアル、はい、負ける相手なんですか。パリ・サンジェルマン強いし、もう第1戦 1-0 で負けてるから、はい、もう完全に罠にはまってるわけですよ。というのもあっちの前線は速くてうまいから、もうカウンター狙いで、しかもレアルはホームだから、もうバッチリプレッシャーかけるわけですよ。あはははは、はい、前からね、うん、そしたらもうそれひっくり返されてっていうので、多分負けるかな、この戦術がハマっちゃうなと思ってたんですよ、はい、そしたら我が愛しきベンちゃん、はい、おにぎりくん、 おにぎりくんが頑張った3点、うん、頑張って3点。結果何対何だったんですか。3対2って言いましたよね。おお、もうすごい、これはおめでとうございます。ありがとうございます、はい、もう今日はですね、はい、もういいです、何もいらない。何もいらない。じゃ、楽しい一日を過ごすんでしょうね。もう楽しいですね。朝から、朝からよかったですね。これはこれはよかった。事務所の雰囲気も良くなることかと。もう花畑、お花畑です。お花畑が広がるでしょうね、はい、うん、うーん、もうね、僕がサッカーの話したらコメントが止まるというね。よくわからないですけど。この同じように見てる人いたんですかね、この実況というか。実況、実況だよね。僕はね、これ何ですか、速報、速報、ツイッターですね。あははは。で、次はベスト8、準々決勝。うん、準々決勝、ベスト8ですね。いやー、素晴らしい。おめでとうございます。おめでとうございます、はい、本当に。今後の活躍も期待しております。嘘をつけ。いや、ちゃんと応援してますよ、一応。いや、すごいねと思って。あ、そうですか。はい、はい、そんな中でね、はい、だから僕はもうテンションマックスで、うん、なるほど、全てに、はい、うん、全てにありがとう置いて、はい、ありがとう。もうベンちゃん、ありがとう。うん、遠いフランス人なんですけどね。
もう大好きでございます。はい、はい、石ころさんがねそろそろ終われということなので、はいはい、じゃあ今週のまなみんの小話を、はい、あ、私の小話小話あ、はい、じゃあいいですか、うん、今 FM 宜野湾にインターンシップ生が来てるじゃないですか、はいはいはい、2人ね2人で、うん、まあ、1人は結構もう今3週間目くらいに入って、はいはいはい、2人がもう来週で終わるみたいな感じなんですけど、うんうん、でまあいろいろまあ、ラジオ局内でもいろんなことをさせたりしてる中で、はいはいはい、昨日 FM 小座に連れてったんですよ、うん、でなんかちょっと沖縄プチ沖縄観光まではいかないですけど、はいはいはい、沖縄の景色も見せながらみたいな感じでやって、うん、で楽しかったんですよ。私も久々に昼の FM 小座に行って、はい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 、すごい楽しかったんですけど、はいはいはい、でやっぱりインターンシップしに来てるけど、うん、どうせだったら沖縄楽しんでほしいじゃないですか。そうですね。って言って結構私なんかラジオ局以外のことをめっちゃ教えてるんですよ。ご飯ここが美味しいよとか、はい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 、沖縄はこういうご飯があってねとか、うん、でこうやって昨日も沖縄市に連れていく中でここはこうでこうでっていう説明をしながら行ったんですよ。はいはいはい、でそういった意味ではやっぱまあ観光の仕事をしてたのがまだ残ってるんだなっていうのをしみじみ感じている今日この頃です。精一杯もう沖縄を楽しんでほしいっていう気持ちが、はい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 、なんかどちらかというとラジオ局の仕事もまあもちろん楽しんでほしいけど、うん、沖縄を楽しんでほしいっていう気持ちがやっぱり多くて、はい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 、限られた休みもう日曜日しかあの子たち休みがない中 で、 そうです、ね、かなり ブラックに使ってますよね。でもやっぱ沖縄楽しんでほしいの で、 あ、そうですか、なんかいろんなところを場所を説明してるんですよ。なんかもうここはこうがいいよ、ここがいいよ、ここがいいよっていう話を、それで改めて、うん、あ、まだこの観光業の時のなんていうんですか、あれが残ってるなってちょっと自分の中で思った今日この頃でした。なるほど、以上、素晴らしい小話、はい、小話。今日はですね、はい、まあ、彼女らを昼飯にも連れていくんですけど、はい、日曜日にチュラミ連れてっかじゃ。暇だし。すごいですね。暇だし。そう、よかったですね。はい、そしたら、うん、もうあれですよ。一週間ずっと私たちに縛られることになる。あ、じゃあやめとくか。まあ私は。ハッピーモア市場をちなみにおすすめしたんですけど、はいはいはい、沖縄の、あ、確かにね、ハッピーモア市場行ったらいろいろあるよっていう話して、うん、さすがにでも歩いていくのは大変だから、はい、まあ、この泊まってるゲストハウスに自転車があるから、うん、自転車に乗って行ったらいいよって言ったら、うん、この距離だったら歩いていけますって言われたんですよ。おーと思って、さすがだね、はい、割と遠いですけどね、結構遠いですけどね、うん、だから、ああ頑張ってね、だから分かってないんじゃない、この遠さが、うん、いや遠さ説明したんですよ、ちゃんと Google マップでここだよって言って、うん、いやマップで見ても分からないですよ。やっぱりでも出るじゃないですか、時間も、うん、出る、それ見た上でも、うん、ああみたいな感じでしたよ、なんか、わ遠とかそんな感じじゃなかったですね、やっぱり内地の人はよく歩くね、うんうんうん、そうですね、うん、なんか自転車の鍵を閉めるよりも歩いた方がマシって言ってました。ちょっと意味が分からないね。ちょっとびっくりしましたね。意味が分からないな、すごいね、はい、ということで、はいはい、なんか楽しい日々を過ごしております、うん、はい、いいですね、本当、はい、ね、この2人がいるとちょっとあれですよね、なんかこう華やぐではないけど、うん、いなくなったら寂しくなりそうだよね、ちょっと寂しくなりそうですね、うん、いや来週までのあと残り1週間切ったんですけど、ちょっと楽しんでいこうと。泣いちゃうんじゃないか。泣きはしないですよ、ちょっと寂しくなって、その再来週くらいからちょっと私また気が抜けた感じになるかもしれないですね。またですか、ポワーンって、またまたまたってなんかこれまでにありましたか。いやないですけど。あ
でも3月はちょっとあれですからね、別れの季節ですから。そうなんですよ。卒業する人も、ね、まあ、いたりとか、入ってくる人、卒業する人、どんな人たちがいるのかっていう感じですけど、うん、はい、はい、3月楽しんでいこうと思います。明るく、悲しくならないように。大丈夫ですよ、レアル買ったからベンズマハットトリックしたから。もう、今日はこの話題で持ちきりでしょうね、ラジオでも FM 宜野湾では。ほうほうじゃあ楽しみにしときましょうねすごいね、この噛み合わなささサッカー一応好きになるように、あの心がけますよありがたい、ね、一応一応、さすがだね、はいさあ、そうですね、 このあと今日 FM 宜野湾でどれくらいサッカーの話が出てくるでしょうか。そうそう、皆さん、ベンゼマの話がね、レアルマドリード、違う、ベンゼマ、あ、まあ、レアルマドリードベンゼマベンゼマの話、ベンゼマっていう名前が、うん、ラジオ界隈を騒がせるんですか。チャンピオンズリーグでハットトリックで大逆転ですよどこでじゃあ、うん、流行るの。流行るそうです、今日はですね、メールテーマすべてもベンゼマにします。いや違いますよ、ちゃんと今日ありますからね。ヤシユキさんのラジオ もうベンゼマでやってもらいます今日吉行さん分かるんですか、ベンゼマ。いや分かんないと思うし、あの人は絶対言う、うん、聞かないと思うんですけど あ知るかっつって1秒で終わるで、一周されそうだよねあ、すいませんっつってYouTube の社長どういうこと、違うよもうなんでベンゼマ、 YouTube の社長、皆さん詳しくはあのベンゼマで検索してみてくださいおにぎりくんでしたっけ、おにぎりくん、うん、はい、よろしくお願いします、はい、ナルトラさん、海外のサッカーのことはよく分かりませんなんかあれですね、皆さんも冷たくないですか。冷たいよね、はい、うーん、まあしょうがないねこれは、はい、ひふみさんは大喜利が好きですね大喜利ないベンゼマで大喜利って大喜利ないのはい、まあ今日はサッカー、ベンゼマ玉残し左肩で検索やさって、なんでなんでですかよくわからんな、玉残ししたんですか。いやベンゼマもともとお金めっちゃあるから、もともとというか、むしろその方と結婚する女性が玉残しになる感じですよね。そうだね、うん、あ、めっちゃありがとう。そう、フランスのサッカー選手です。あ、すごい、ありがとうございます。おにぎりくんって言われて僕から非常に愛されております。山内さんが一方的に愛している、そうね、ベンゼマ。ただ一応友達ではあるよ、だから俺ベンちゃんって呼んで、友達ではある。おじゃあ後でなんかおめでとうって言っといたらいいんじゃないですか。そうねごめん山内さん、あんまり面白くないはいはい、ごめんねじゃあテーマいくよ、はい、はい、じゃあテーマこちら、私の丸周年ですくそ、ベンゼマと友達になって何周年ですか。ベンゼマと友達になって何周年だろう7ぐらいじゃないですかね。結構長いですね。結構長いよ僕はベンちゃんと友達になってセンベロも行ったことないのにって、どういうことだろうベンゼマとじゃないよはい、すごいですね、この日本の遠く離れた日本の隅っこでこんな名前遊ばれてるとは思わないでしょうね。ベンゼマでマゼンタとか言われてこの人たちベンゼマの意味も何もわからないで遊んでるからね、すごいよね。ベンゼマもハットトリックしたのに浮かばれないよねそうですね、ねえ、かわいそうにかわいそうにまあまあまあ、はい、ということで、はい、今日は私の丸周年ということで、うんうん、まあ、皆さんそれぞれもしかしたら今年があの何周年、例えば、ね、はい、何かの何周年かもしれないということで、はいはい、ちょっとそれをいろいろ聞いていきたいなと思います。ちなみに私は今年入って1月で FM 宜野湾4周年、はい、おお、4周年ちょうど、はい、5年目に、ね、5年目に入りました。まだ4年なんだよ、ね、4年、はい、でも4年長いですよ、うん、私4年も同じところに働いたのまだないというか、
社会人になって8年なんですよ、うん、だからちょうど半分、うんうん、半分はこっちに、まあ、こっちにいる、なるほどっていう感じで、まあ、4年だから、まあ、来年がちょっとキリのいい5周年なんですけど、そうだね、はい、5年でじゃあなんかお祝いするか、FM キノワンが5周年の時、去年か一昨年、なんか去年かなって、うん、でしたよね、うんうん、あ、一昨年でしたかね、うん、なんかやりましたよね、なんかやったね、うん、ハロウィンか、ハロウィンウィークをちょっと5周年とかけた、そう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 、でしたよね、そうそうそう、うん、っていう感じで、まなみん32なの？32じゃないですよ、あら計算違います、22であれになってます、あ、じゃあ8年じゃん、うん、うん、22で大学卒業して社会人になり、そこから紆余曲折を経て、うん、今を迎えました、なるほど、はい、おー、カンパチさん5月15日で結婚20年、お、頑張った、耐えたということ、耐えた、これも素晴らしい ね、 素晴らしいですね、結婚20周年、20周年って何かありましたっけ、この なんとか式みたいなのがあるじゃないですか、よく、はい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 、銀婚式、銀婚式、うんうん、なんとかみたいな、プラチナ違うか、20年はないんじゃ、20年はまだないですかね、うん、うーん、でもおめでたい、まあ、ね、こんな感じで、はい、なので、あの皆さんの、はい、今日は丸周年をお祝いしていきたいなと思います。石黒さんがさ、はいはい、ベンゼマ、弁当の具全部豆だけかよの略って、違うわ、長いしこれを使うこともあるんですかね、この文章を、で弁当の具全部豆だけかよって、やばいですね。あ、バッテンさん、バッテンさんも結婚10周年6月で、すごいね、すごい、私の友達もちなみにさっき、うん、メールが来て、はいはい、今年10周年らしいです、一緒、すごい、10年はすごいね、10年すごいですね、うん、早いな、僕もちなみに10年でしたけどね、お、結婚、はい、でした、はい、でもすごいですね、そうでしょ、10年、うん、10年ってやっぱ長いよ、やっぱり、うん、長い、うん、はい、あ、続々来ますね、いいですね、はい、はい、あ、みやさんまだ9年なんだ、じゃあなんか割となんか皆さん近い感じもありますね、はい、このように今日はですね丸周年で、はい、ぜひぜひお届けしていきます、はいはい、もうくだらないのでもいいですよ、そうですね、コロちゃん得意でしょ、ささやかな、なんか例えば、うんうん、靴下履いてとか、はい、男で言うと、はい、ボクサーパンツになって丸周年とか、あ、ブリーフ、ブリーフ卒業して、卒業してトランクス卒業して、おボクサーパンツとか、うんうんうん、なるほど、あ、でもそういうのあるかもしれないですね。はい、まあまあ26年耐えた。26年すごいですね、ブラックだな、あ、そっか、でも私のそれを言うと、うん、父母も、うん、私が今30。はい、私が30興味笑わす、ね、でそのちょっと前に結婚してるので、うん、もう30ちょっと33とか5とか周年になるんですかね、結婚して、はいはいはい、うん、今日面白いね、あのひふみさん、ブリーフ歴54年の僕です。おお、ナウナウブリーフかよ、あ、面白い、鶴ヶ島カーズニーさん、はい、僕は未婚歴49周年。お、沖縄の本土復帰とちょっと近いですね。あ、近いですね。今年は5月15日で沖縄が本土復帰50周年ということで、はい、はい、それにちょっと近い。近いですね。ポンタ、ブラック企業の社畜になって5月で10年。おお、すごい。あ、じゃあ。あれですね、この私の友達とかバッテンさんが結婚してる期間、うん、同じような期間を、うん、社畜で過ごしている。社畜で過ごしている。そっか、10年前って言って、あ、そっか、20歳ですね、私、そうね、うん、あの時は何をしていたんだろう、あ、ふわふわしてんじゃん、
後でちょっと紹介します。今ちょっと思い出しました。はい、そんなことした雲きれい。ちょっとふざけてますか。バカにしてますか。してないです、してない、してない。あ、でもこういうのが聞きたかったのでよかったです、ね、あの本当に些細な面白い、ね、あの丸執念でいいので、うん、あの皆さんぜひ教えてほしいなと。これどうする、石ころさん、はい、何ですか。41年ってこのなんかふーんってでも41年だよ。すごくない？それは みんなそうじゃないですか。そう、あ、そうか、そうじゃない人もまあいるかもしれないですけど途中で生えてきたかもしれないし、途中でなくなるかもしれない、うん、かもしれないし、はい、うん、それはまあみんな一緒ですよね。そうね、はい、あ、本当だ、もう20分いってるよ、はい、あ、すごい、はい、ということで本日のテーマは、私の丸執念でお届けします。メールアドレスは797@fmginoan.com です。また FM ギノワンでは YouTube ライブ、ツイキャスで映像と音声のネット配信も行っております。はい、はい、FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しています。たくさんツイートして、もうたくさん来てるんですが、はい、ありがたいことにお楽しみください。今日ハッシュタグベンゼマでお願いします。ハッシュタグベンゼマとハッシュタグモーニングエイトでいきます。あ、ベンゼマだけでいい。そしたら話つながらなさそうじゃないですか。はい、ということで、まあ、その他 FM ギノワンでは、リスンラジオまたはマイチューナーラジオのアプリをダウンロードしてラジオを聞くこともできます。はい、はい、ぜひぜひ皆さん、あの、ご視聴しやすい環境でお楽しみください。はい、はい、ということで、私の丸執念でお届けします。本日も2時間よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、いいね。はい、オープニングナンバーはテイラー・スウィフトで We are never ever getting back together です。ベンゼマってこんな感じ使わないな。ベンが狭いみたい。動けるデブ歴12年。石ころちゃんデブじゃないんじゃん。ですよね。どれもラジオみたいになってる。そっか、引っ越し5年。私も18。石ころちゃんがデブだったら結構な人たちデブちゃん、デブちゃんになっちゃうね。おデブちゃん。本土復帰50年の記念硬貨が15万ってよ。やばい。10年かけて着実に太っていってる。これなんかナンシーさんっていうのかな。ですね、どうなんだろう、うん、こちらの方でしたっけ。ちなみに沖縄は大阪、大阪かどっかでしたよね、うん、でもすごい、石ころさん93キロあったけど84まで落としたんだ。そうなの。90何キロに見えない。見えないですね、うん、でも意外な人が100キロ行ってたりとかしますよね、たまに。するね、と言ったらすごいってよ。毛が生えて20周年ってどういうこと。どこですか。いいね、天照さん。ああ、そうだ。どこの系ですか。まゆゆさんの私も耐えさせて
23年って面白い。耐えさせてきた。耐えさせて。いいね。あんないって優しいからね、マリウは。ですよね。わあ、今日もいい。ええで、今日も景色は。さあ時刻は8時25分を回りました。モーニングエイトお届けしております。はい、はい、FM ギノアのスタジオよりお天気道路交通情報をお伝えします。はい、まずはお天気ですね。本日3月10日木曜日、晴れのち曇りの予報です。夕方頃から曇りになりますね。風は東の風、波の高さは 1.5 メートル、降水確率は、午前中 0%、 そして、夕方じゃないお昼12時以降は夜までずっと 10% の予報です。うん、日中の最高気温は22度となっております。ちなみに明日朝の最低気温は17度。ちょっと暖かい感じがするんですけど、僕の iPhone が今日の朝8度って言ったんですよ。はい、これ嘘じゃないですか。完全に嘘ですよね。びっくりして。8度すごいですね。うん、何をもって8度と取ったのでしょうか。あ、でも今は16度になってます。あ、じゃあ今それくらいなのかな。やっぱ朝はちょっと冷えますよね。うん、はい、いや昨日が思った以上に寒すぎて。あ、太陽がなかったらね。朝夕がちょっと寒かったですね。うん、昨日大変でしたね。鼻の調子も悪くて。だからね、はい、もう体調が昼間は暖かかったでしょ。昼は一応、はい、暖かかったです ね。車の中とかもすごいポカポカしてたんですけど、うん、やっぱり日が落ちると一気にまた冷えるなっていう感じがしましたね。ただ雨が降らないのでマシかなっていう感じです。はい、本当ね、晴れてて、うんうん、今日も綺麗です。はい、はい、道路交通情報です。高速道路は目立った混雑渋滞ありません。スムーズに流れています。そして一般道、一般道はですね、このヒルズ通りで渋滞が起きています。ヒルズ通り、こちらですね、なんていうのかな、ガス工事のため一車線規制されております。はい、そのために、割と長い渋滞 1.6 キロ、はい、1.6 キロの渋滞が普天間向け、普天間神宮向けに、起きています。結構長いからね。ですね、夕方も混みます。夕方の混み方が最近尋常じゃないですよね。尋常じゃないね。おーっていう感じです。はい、このヒルズ通り FM ギノアのこの前の道ですけど、はい、そちら、今普天間神宮向けに 1.6 キロの長い渋滞となっております。また国道330号、ガネコ交差点で那覇向け500メートルの渋滞、そして西原インターチェンジ入り口でも500メートルの渋滞となっております。公営の交差点では西原インターチェンジ入り口向けに1キロの渋滞、前原通り前原交差点から王者の向けに600メートルの渋滞となっております。国道58号線内止まり付近で那覇向け500メートルの渋滞となっております。はい、この後もちょい渋滞はひどくなっていきそうですが、皆様今日の天気をね、はい、見ながらのんびりお過ごし行きましょう。してはいかがでしょうか。はい、はい、ということで FM ギノアンのスタジオから見える今のお天気ですが、いや今日はすごいですね。やっぱり綺麗に晴れています。綺麗だね。雲もそこまで、まあ、上の方にはちらほらあって、うん、水平線にちょっと沿った感じで薄く雲があるかなっていう感じなんですが、海も綺麗に見えてますね。はい、はい、工事のおじさんたちもなんか着々と準備をしております。そうね、はい、ここもすごい、またいつの間にか綺麗に整備されて、うん、なんか歩けるようになったら絶対こっち景色いいですよね。ね、うん、あっちに向けて放送したいね。そうですね、あっちに、はい、ミキさんポンタさん、パーソナリティさんも綺麗ですね。はい、うん、どなたですか。さあ続いてコロナ情報もお伝えします。新規感染者783人となっております。10代が多くて179
かったりしますから。そうですね。宜野湾市は61人の方が新規感染者となっております。なんか八重山が増加傾向にあるということですよ。はい、いやなかなか数がやっぱり減らないです ね。ただこれで推移していたらいいっていう判断じゃないですかね。それでいいと思います。僕は大賛成。はい、はい、慌てず騒がず、はい、800人キープっていう感じね。減らず、あ、まあ、減るのはいいことだと思うんですけど、減るのはいいことですけど、まあ、増えない、ね、それ以上増えないことを祈りたいですね。はい、以上お天気道路交通情報をお伝えしました。さあ時刻は8時30分を回っております。今日毎中みたいだね。お、そうですか。画面で見て何がですか。前髪わかんない、なんか前中みたいだなと思って。前髪でも伸びてきましたね。うん、眉より上だったのが少しずつ眉を隠すようになってきました。はい、はい。コメントもすでに拾えないです。皆さん、はい、ありがとうございます。 ありがとうございます。こっちで見えるトップバッターは鶴ヶ島和兄さん、はい、おーですね。あ、はい、私ももうこれ見えないです ね。でも黒猫ナンシーさんが今日フライングスタートやってたね、はい、ありがたい、してくれたのは 見ました、はい、そしてくにちゃんさん、おはようございます。おはようございます。そんな黒猫ナンシーさん、改めておはようございます。石ころさん、これ見よがしにみなぎる元気におはもっこり。わかる、俺も今日元気におはもっこり。はい、バリバリ元気だぜ。はい。かっちゃんはちょい、ね、はい。なおなおさん、はい、おはようございます。なぎすけさん、ぽんちゃんもおはようございます、はい。事務所の雰囲気いつも悪いのって。いや、よくも、まあ、いい時はいい、たまに悪い時。最近良くないな。シーンってシーンってしてる、ね。あ、まあ、でもなんかこのインターンの2人が来たおかげで、たまに悪い時ありますよ。会話たまにありますよ。本当にたまに。あ、そう、うん、俺がイライラしてる、うん。うんじゃないでしょ。あるかな、はい、あと私がたまにピリピリしてる時とか。あ、そう、うん、それもあるかな。まあでも基本的にはあれだと思いますよ。みんな自分の仕事にバタバタバタ、うん、まあ、その中で会話がちょっとあって、はははみたいな感じでしょうかね。はいはいはい、ですね、はい。かっちゃん、兵庫エザー来てます。兵庫県は晴れ、最高気温14度、最低が4度だそうです。花粉は非常に多いということ。花粉症の人はきついでしょう、はあ、大変だな。大変そうですね、この時期、うん。私はもう向こうでは住めないですね、多分花粉症になったら。そうね、まなみはもう今でも花粉症みたいに鼻ピッピしてますから。そうですね。ひふみさん、ごっくんちゃん、おはようございます。インターシップ生一人増えたということで。そうそう、今日ね、ひふみさんにも重鎮だからね、挨拶してもらうという。そうですね、うん、はい、今日はお昼から来てもらって、はい、夜も少し見学させてもらうことになっているので、はいはい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、かっちゃんが恋愛占い来てます。ヤギ座のまなみ、はい、異性とより親しい関係になれ、そんなあなたをサポートしてくれる人も増えるでしょう。その異性とそのまま恋に落ちる可能性もあるよ。その人が素敵な友人を紹介してくれて、新たな恋が始まる予感もするよ。前向きにありましょう。おお、何かし、なんだかんだでいいですね。なんかずっといいですけど、最近、はい、ですね、占いはいいですね。うん、占いは。ということは、よくはないということで、はい、よろしいでしょうか。よくはない、いや、占いはいいことが出てるけど、それが実際になかなか出てるかどうかは、うん、そうですね、それが結果として出てるかどうかは、皆さんのご想像にお任せしたいと思います。ちょっとよくわからない、はい。タスク、おはようございます。そして長谷淳さん、おはようございます。アラガスクをアラベスクと聞こえてしまう今日この頃。昨日は長谷淳さんいらして、はい、あ、リアル。そうそう、今日ね、ひふみさんの番組に長谷淳さん出るそうです。すごい、はい、
リスナーさんがなんかどんどんあれですね、このラジオデビューしていく感じがいいですね。いいね、こういうのね。うんうんうん。カンパチさん、そして進撃のめいちゃん、バッテンさんも来てます。おはようございます。おはようございます。わあ、ありがとうございます。はい、ナルトラ、おはようございます。み、う、や、んうん、さんも来てる。おはようございます。はい、おはようございます。まゆえさん、おはようございます。まゆえさんの一番最初のコメントが、山内さん、あんまり面白くない。なんか強めに来ましたね、山内さんに対して。はい、はい、ひどいな。そんな、なおなおさんもおはようございます。はい、今日は丸周年ということでですね、はい、いろいろとやっぱりね、丸周年来てて面白いんですけど、そうですね。ひふみさんは牛乳屋が17年。おお、すごい、17年。すごいね。なぎすきさん、本土復帰50年の記念硬貨も発売されるそうですね、うんうんうん、15万円らしい15万円は高いですね。高いね。これも、いやでも買っといた方がいいのかなって思ったり、まあ、でも15万は買えないですけど、さすがになんか、まあ、の後々すごい、それよりももっと高くなりそうじゃないですか。あ、まあまあまあ、でも誰が売るんですかね。あ、確かに国県、うんうん、リンネ天翔さん、毛が生えて20周年。はい、どこの髪の毛。いや髪の毛だと思って多いんじゃん、うん、こっちかなお任せしますよ、ご想像にリンネさんですか、はい、あ、違います、違います。彼女ですか、リンネさん。いや彼女でもないと思います。でもない、多分あれおかしい。モーニングエイトの中ではなんかそういう風になってますがね。ね、はい。ナルトラさん、今年沖縄に引っ越して5周年、はい、5年を迎えます、うん、いや素敵ね。うーん、長谷淳さんも沖縄に住んで11周年。あー、結構経ちますね。ね、うんうん、11周年。黒猫ナンシーさん、着実に太ってきている10周年。あ、はい、10年かけてあ、1年にどれくらいずつあれしたんですかね。ね、まんまるシェフさん、おはようございます、はい、おはようございます。お、かりゆしさん、おはようございます。はい、ありがとうございます。まのもっこりがピリピリしてる。ピリピリしてます、うん、ピリピリしてないですよ、大丈夫ですよ。でいい、通常運転だと思いますが、いかがでしょうか。マイケル・ジャクソンさん、はい、あ、上原一郎さん、おはようございます、はい、あ、ついに本人になっちゃった。はい、はい、FM ギナーを聞かせていただいて3月で2周年。おお、ポンちゃん2周年もなるんだですね、うん、なんか最近な感じもしたんですけど、だからね、2周年、嬉しいね、ありがたいですね。そしてバッテンさんは FM 小座ギノワン出演デビュー3周年、山ちゃん一緒にラジオ出たさねって来てるんだけど、うん出たね。お忘れですか。忘れてないですよ。こうやってどん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 リスナーさんもラジオに出てくるなんかようになるんですかね。ですね。まあまあまあ、そういう、うんうん、僕らはラジオ局ですから。はいはい、はい、皆さんどうぞ、喋りたくなったら、うん、ぜひ、はい、喋ってみてはいかがでしょうか。番組を持つこともできますよ。ですね、実際リスナーさんから番組を持ってパーソナリティさんになったっていう人も多いですからね。多いですからね、うん、まあお金さえ払ってくれたら言い方がきついですね。はい、今日は丸周年、はい、まだもっこり書きましょうか。丸周年書きましょうか。はい皆さんの丸周年を教えてください。メールコメントお待ちしております。メールアドレスが 797@fmginowan.com です。今日はもうテンション高くいきましょう。おい、ありがとうございます。皆さん5年ですか。5年、お、長いですね。長いね、すごい。3年っていう彼氏さん、嬉しいね。結構もう皆さんありがたいですね。ありがたい。3年って、あ、でもそしたらそっか、私5周年って、私でも4周年なんですけど適当言わないで
しかも最近でしょ、まだモッコルって言い始めたの。ね、1年も経たないんじゃないか。死にてた。でもすごい、それくらい皆さんあるんですか。まだもっこりにもっこりしてっていうくだりはもう総務しかやばい。さあ時刻は、8時39分、あともう今40分になりました、はい、今日丸周年なんですけども、はい、丸周年、はい、みんなすごいですね、はい、石ころちゃん、はい、マナモッコリって呼んで5周年、マナミこっち来て4年、ね、4年なんですけどポンちゃん、はい、ですね、はい、マナモッコリにもっこりして2周年なんか言い方悪いですよね悪いですよねなんかぬおぬおってどういうことですか。わかんない言い方悪いでショック受けてるんじゃん。ああ、私が言い方悪いって言ったからなんか もうちょっとなんか柔らかく言えないですかね。柔らかく言ってくださいね、うん、はい、はい、リンネテンショウさん、まなみの彼氏歴12周年、はい、お長いな。え、12周年、はい、おー、でも12、18、うん、高校の時からってことですか。え、そうね、18から。長い長いね。辻褄が合わなくなりますね。そうでも、あ、このラジオで話してることと合わなくなりますね。はい、はい、すごいありがたいですが、はい、はい、まあここは、ここはこらえて、こらえてコーナーに行きたいと思います、はい、今日は何の日のコーナーです。そうです、はい、沖縄手帳からまず、ご紹介したいと思います、うん、本日は3月10日木曜日、水の絵犬、旧暦の2月8日です、満潮時刻がこの後11時6分、そして干潮時刻は夕方6時32分です。この日は1945年に東京大空襲があった日、うん、そして、沖縄では芸人照屋林助さんが亡くなった日、コザ独立国大統領と書いてありますね。2005年のことだそうです。あと今日いろいろありますね。稲嶺圭一知事、はい、美ら島沖縄大使に77人任命、2004年のこと。沖縄美ら島大使っていうのがいたんですね。うん、77名多いですね。多いね。ということでいろいろなんか沖縄にまつわるものも多かったですけれども、あ、読まないんだ。うん、あ、うん、あと今これだけで多くないじゃんなんかちょこちょこあるさ。あ、に3個ありましたよ。だから今日、え、何、だから東京大空襲と、はいはい、東京大空襲は全国ですね。全国ですね。テリア・リンスケさんが亡くなった。亡くなった。これはのと、美ら島沖縄大使が77名。はい。二つだね。なんか文章がめっちゃ書いてあったから多く見えましたね。はい。はい、ちなみに明日は東日本大震災が発生した日ですね。あ、そうですね。3.11 ですね。もう忘れないようにしないとね。3月10日にも多分ちょっとちっちゃな地震とかがあって。たんじゃなかったでしたかね、多分。あ、そうかもしれない。前日に、うん、はい、全国的な今日は何の日、はい、今日はサボテンの日。サボテンの日、うん、これは数字で合わせてるんですかね。そうですね、語呂合わせ。岐阜県の津波町かな、これ、はい、サボテン村を経営するこの会社が制定した、はい、すごいですね。そんなところがこういうサボテンの日とかできるんですね。F1 ギノワン、 FM ギノワンの日、 F1 の日、 F1 の日なんかつけたいね。FM ギノワンの日は10月1日あにする。10月1日なんかいろいろありそうですけどね。だからね、うん、なんかないですかね、このなんかこういうロゴみたいなので、サボテンだったこの310で数字に合わせてなんかできないですかね。
難しいね。できないか。ギノワン。ギノワンって難しいですね。難しいね。うん、1は入れ切れるけど、ギノワンの1で1。あ、ギノワン。うん、ギノが難しい。ノーが難しい。ギーが難しいね。ギーも難しいし、ノーも難しい。いや、はい、ノーはまだなんとかなりそうじゃない。丸に似てるから、丸とかさ。そしたらギーもなんかに似てるってなんかできないですか。できないか。だからギーだけはできないわけ。あ、難しいですね。ちょっと考えましょう、皆さんで、はいはい。今日はですね、宇多田ヒカルがファーストアルバムファーストラブを、発売した日、お、日本のアルバム歴代1位となる760万枚以上を売り上げたということです。すごい。1999年の今日、すごいね。760万枚ですから。いや、すごいですね。うん、さすがアルバム。おお、これが1999年ということで、うん、なるほど。石ころちゃんが、はい、2月11日がいいんじゃないか。どうにかこうにかむくりうわめんこだらぎは分からん無理くりはめ込んだらギノワンって読めるかもよって。2月11日難しい。797を足して毎月23日が FM ギノワンの日。おー、23か。毎月多くないかな、まゆさん。毎月パンの日みたいなやつですね。ね、じゃあ2月3日にする。2月3日なんで、あー、この足してもはや分かんないですね。だからね、難しいね、やっぱり。はい、難しいですね。はいはい、ということで、じゃあちなみに今日の誕生日までいきましょうか。うん、本日3月10日はおブルーレースフラワー、かわいい。かわいいね。はい、花言葉は慎み深い人、うん、ということで、かわいらしいお花ですね。以上、今日は何の日のコーナーでした。嘘つけ。すごいですね。なんか一個次なんかお知らせやろうか。あ、やりますか。うん、一つじゃあ。なんだっけ。小春ちゃんのと、あと私のもしやつももし、はいはい、しらっと言えたらと思います。プレシションするには信憑性が足りないな。コロモッコリ、コロモッコリ、コロさんと呼びます私は。モッコリさんと呼ばれる。あ、うん、いいです、いいです。でも最初の頃マナモッコリって呼ばれてるのを、私がそのコメントを自分で呼んでるのを見て、小春ちゃんはめっちゃ面白かったらしくて、私自身がマナモッコリって言ってるのか。でももう今はは多分だいぶ慣れてきたんだと思います。7月9日、797って全部数字が大きいからあれができないですよね。だからね、だからね、普通に10月1日、だから10月1日ですかね。うん、毎年年を取るわけですから、10月1日来たら、うん、そうですね。すごい、でもこうやってどんどん、私が来た時はまだ FM ギノワンのあれを超えてなかったじゃないですか、自分の入った歴と、うん、でも今はもう超えたのかな。もうそろそろ超える。あ、な、何が言ってた。超えてないし、超えるわけはないんですけど。超えることはないんですけど、はい、あ、割合に、ああ FM ギノワンニュースお伝えします。FM ギノワンニュースでございます。今日はマナモッコリからお知らせがたくさんあります、はい、たくさんあります、はい、ということで、まず一つ目、うん、まあ、いろいろこれからラジオでも聞くと思うんですが、はい、我らが小春ちゃんが、我らが小春モッコリ、はい、お隣の FM 小座で、ケハルがケハルって言ったらちょっと怒られそうですけど
はい、小春ちゃんが、はい、3月19日来週の土曜日に、うん、FM 小座前の歩道一角で、ゆるゆるマーケットというのを開催するそうです。フリーマーケットやるみたいです、はい、で、これが時間が、お昼12時から夕方5時くらいまで、うん、で今回この企画と運営は、FM 小座で小春ちゃんが一緒に番組をやっている毎週木曜日の夜10時からやっている番組のなちゃんという子、なちゃん、ちっちゃいつは入らないなちゃん、なちゃん、はい、でお届けする2人が、はい、うん、そうです。なんかポスターとかチラシもなんかできてて、はいはいはい、FM 機能案にも貼ってあるんですが、うん、なんか面白いちょっと一味変わったねチラシですね、うん、内容が古着やバッグなどの小物類、そして委託販売としてハンドメイド作家さんのアクセサリーやドライフラワーも販売するそうです。これ見たんですけど、可愛いハンドメイドアクセサリーですごいいいなと思いました。なんか FM 小座の近くにあるらしいですよ、古着このお店、ハンドメイドのお店があったり、はいはいはい、小春ちゃんのお友達が実際に作ってる、うん、ハンドメイドアクセサリー、今ね道路許可取るっつっても、はい、とっても頑張ってますから、うんうん、あの子はこれに向けて、ね、うん、昨日もずっと残ってやってたからさですね、えらい、そう、もう日々頑張ってるのを私も見ているんですが、うん、でなんと今回 FM 小座のこのカフェバーともタイアップして、うん、はいはいはい、お買い物していただいた方には、うん、FM 小座のカフェ&バーのアップルサイダーを1杯ご提供、おー、いいね、はい、そしてなんとなんと、うん、今回ありがたいことにこの売り上げの一部を私がやっている、うん、あのチーツモ、はいはいはい、生理用品を今届けるっていうのをやってるんですけど、そのチーツモ部に寄付してくれる、素晴らしい、はい、本当にありがたい、素晴らしい、すごいこういうご提案をいただきまして、うん、そんなゆるゆるマーケット3月19日土曜日、FM 小座前の歩道一角で開催されますので、皆さんぜひ足を運んでほしいなと、ね、これ定期になればいいのにね、ですね、でも今後なんかこうやって定期的にもできるように、うん、今回ちゃんと1回目ちゃんとするって言ってたからね、言ってました、はい、だからもうすごい私もすごい応援したいなと思っています、うん、そうですね、土曜日ぜひ時間ある方 FM 小座見に来るついでとか、うんうん、あるいはついでついででパークアベニュー散歩してもらってもいいし、はい、そう、パークアベニュー久々に私も昨日行ったんですが、うん、なんかやっぱりいいですよね、この昨日も天気も晴れてたので、うん、すごい南国感が漂ってて、そうそうそう、お店も増えてるからね、うん、とっても、ああ、じゃあまた楽しい、なんかより楽しめるようなものになりそうですね、はい、ひふみさん何時から何時までということで、お昼12時から、あ、はいはいはい、お昼12時から夕方5時くらいまで、くらいまでって書いてある、まあそれぐらいでいいと思いますよ、ゆる、うんうん、くでね、はい、うん、まあ、こういう古着やバッグなどはまあ女性ものが多いかとは思いますが、うん、もしよければ男性の方もパートナーへのプレゼントなりで、はい、何なりでお買い物いただければと思います。ぜひ小春の顔見に、うん、そうですね、行ってやってください、うんうんうん、はい、そして、まあ、購入したらカフェバーのアップルサイダーも飲めるということで、そう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 、もういいことずくめごっくんちょさんいけないの決定って、まあ、しょうがない、そこをどうにか素通りだけでもいけませんかね、そうそう、土曜日、うん、コロちゃん行ってあげてよ、行ってくださいね、ぜひ喜ぶと思います、コロちゃんも、長谷淳さんも、沖縄にお住まいの方、まゆいさん、そしていろいろいるね、カップボーイさん、はい、うんうんうん、おこ、はい、ぜひ、うん、行ってあげてください、ナルトラもね、はい、ナルトラ土曜日暇でしょ決定決定はい、はい、FM ギノアン今木曜日モーニング8お聞きの皆さんは、うん、ぜひぜひもうぜひぜひもうぜひがたくさんつくほど、はい、足を運んでいただければと思います、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。そしてじゃあもう一ついいですか、うん、はい、ついでに、これは私からなんですが、はい、今週日曜日の、私の、深夜の番組とある夜更かし喫茶に、とある夜更かし喫茶、なんと素敵な名前です、ゲストが参ります、おっていう話を、初ゲストですね、うん、っていうことで、誰かと言いますと、 FM 技能案では2年前くらいにおなじみだった、一世を風靡しました、ね、一世を風靡したあの恋愛節という番組がありまして、はいはい、その恋愛節から今回店長が一人ゲストに来てくれます、うん、はい、はい、
で、私と一緒に恋愛部そんなことあります？ひふみさん一番絡んでた気がするんですけどえプチ一夜限りの恋愛節、はい、プチ復活ということで、はいはい、お届けします。で、収録がちょっと伸びて、うん、昨日の予定だったのが今日になったので今日まだメール募集しております。はい、で、今回ちょっとテーマが一つあって、うん、ホワイトデー直前ということで、うん、あのホワイトデーのお返しで、はい、本気度ありなお返しか本気度なしなお返し、何をもらったら本気度ありなのかっていうのを、はい、自分なりに思うものをちょっと教えてほしいなと思います。ホワイトデーだよ、ホワイトデー厄介とかありますグシケンって誰ですか？グシケンって RBC のじゃないの？アイラジオの。もう。クソ厄介。なんかみんな当たりつらくないですか？違う、だから何をもらったら本気度が出るかでしょ。はい。例えば。こう女性がさ。はい。じゃあ、はい。聞けばいいんじゃん。いや男性だって女性がバレンタインにチョコをあげるじゃないですか。だから女性に聞けばっていう意味ですけど。女性に聞けばいい。女性にも聞きたいです。じゃあ、うん、じゃあというか女性にも聞きたいし、はい、でも男性側も、うん、じゃあ実際にじゃあこの本気度ありな人からもらった時に何を返すのか、そもそも返しますっていう話ですけど。返しますよね。ホワイトデーのお返し何を返すんですかっていう話ですよはい、まゆさんは食うもの以外だったら本気なのかなと思っちゃうよ、はい、ああ物だったらってことですかね。あ、お食事とか確かにね。お食事、うん、あお食事になんで聞くの、お返しに行きましょうみたいな、うん、ああなるほど、これ本気よね。おだからそういったのをちょっと皆さんぜひ、はい、あのメッセージいただければなと思いますので、はい、FM ギノワンのメールアドレス797@fmギノワン.com に、タイトルとある喫茶とかつけて、はいはいはい、なんかこの、はい、いろいろメッセージいただければと思います、うん、はい、本気のお返しをメールする場って。そうです。もしくはあの本気じゃない場合のやつも知りたいですね、個人的に。あ、本気と本気じゃないやつを、うん、ひふみさんお願いします。あのとある喫茶宛てに、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ひふみさんももらったでしょ。ですね、うん、本気しかないってあ、いや、この人はまた特別だからさ。じゃあ特殊な意見をちょっとまた、あっちこっちにこう、うん、種をまきまくりますかその種まきを何でやるのかが知りたい。あ、いいですね、いいですね、種まきをどうするのかひふみさんぜひ教えてください。はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、ということで、はい、以上2つ私からは情報がありましたね、うん、はい、はい、以上 FM ギノワンニュースでございました。さあ、あと15秒ですが、はい、9時台お付き合いしていただきたいですが、はい、今日は丸周年、はい、私の丸周年でお送りしていきます。ぜひ皆さんのメール、コメント、まだまだお待ちしております。メールアドレス1秒で。97@fmギノワン.com です。よろしくお願いします。ホワイトで1個もらったバレンタインでしょ。バレンタインですよね。ホワイトデー、ホワイトデーだからって言って、でもバレンタインにもらってないのに渡すことはなさそうですよね。でも渡す人いるんじゃない。います。うん、
バイトでどうするかね、いつ買いに行くかも時間がな。ホワイトデーか、てんてんてんってやつ。手作りしてかまき。なぜこれは本気度ありのお返しなんですかね。本気度しかないんじゃない。てかまき、逆に怖くない、てっかまきが送られてくるの。びっくりする。あ、ピエールエルメのマカロンボックスおすすめ。え、それいくらなの？あ、お子さん、今思えばホワイトデーのお返し全く考えてなかったって。でもそういうものじゃないですか、ホワイトデーって。高っ。でもやっぱ恋愛しなので、1個でしょ。ボックスだからあれじゃないですか。なんか何個か入ってる。これでも本気じゃん。これはもう本気の人に渡すやつです、ね、だから本気じゃない人にはあげない方がいいですよ。僕本気のお返しには花の鉢植えをあげます。だちょこちょうだいって。私があげるんですか、石子さんに。あ、でもフライングであれしましょうかね、バレンタイン今回何もしなくて。なんて。さあ時刻は9時を回りました。改めまして FM キノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。モーニングエイト8時台からお届けしてまいりましたが、あっという間に1時間過ぎて、9時台からもう1時間お届けしていきます。はい、はい、お相手は FM キノワンまなみと山内か、はい、お届けしていきます。はい、はい、さあということで本日は私の丸周年ということで、あ、言っちゃった。本日のテーマはこちら、私の丸周年です。はい、はい、ということで、さっきちょっとふと思ったのが、うん、多分私 iPhone になってからちょうど10周年だと思います。大学 2,3 年の時に、うん、多分変えたんですよ。20歳くらいの時に iPhone に、はいはいはい、初めて、あの時は iPhone4S かなに変えて、うん、それが初めてスマホデビューだったんですよ。それまでパカパカのガラケー使ってて、はいはいはい、うん、そんなって考えたら僕も10年ぐらいじゃないですかね。じゃあ36、いやもっとかな、わかんないね。10年前ちょうど。うん、どうでしょう、覚えてない。でもすごい、そこから私は iPhone、うん、ずっと iPhone しか使ってなくて、はい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 、iPhone4S、うん、6に行ったのかな、で10に行って、うん、みたいな、で今12。ちょっと結構乗り換えてるんですけど。そうでもないですよ、4回でしょ。4回、はい、10年で、はい、10年で4回乗り換えております。僕2年だったら結構すぐ乗り換えますよ。うーん、縛りがなくなったら。あはあはあはあ、はい、あ2年未満でもっと変えるってことですか。2年で大体、2年だったら変えられるんだよね。今2年縛りじゃないですか、うん、割と。私もだから2年縛りのタイミングで割と変えてて、うん、こんな感じです。4回でしょ、はい、1回多分見逃したんでしょうね。そうだね。そうそう、なんか1回だけ長く使ってる時期がありました、うん、何かを。6くらいかな、うん、はい、っていう。そうだから10万くらいするんだけど、それがタダでできるんですよ。そうなんですよ、うん、だから実質10万もかからないくらいで乗り換えできるので、うん、うんうんうん。じゃあちなみに僕がですね、はい、このラジオ業界に来て、はい、要するに FM 小座に来て、うん、はい、今年での今年の10月で丸10年です。おお、だから10周年。え、10周年なんですね。10年目。じゃあなんかお祝いしなくていいです。そうですね。なんかそう、10周年。で、10月なんですか ?10 月に来たんですよ、はい。一応10月はまだ映像とこのラジオとこう、グラデーションの時なんですけど、あっちもほら、片付けないといけない仕事があるから。はい、うん、なるほど。それで、ですね。はい、そうそう、311の次の年ですから。あ、そうなんですね、はい、なるほど。311のその年かな、その年の10月かもしれない。うーん、したらもう10年じゃん。うん、10年経ってる。
すでに、うん、あれ2011年でしたよね、うん、2010もう10年経ってますね、経ってるね、11年目になりません、あら だって去年でこの震災から10年でしたよ、そういえば、うん、そっか、じゃあ10年ですね、うんうんうん、11年ですよ、11年ですね、去年でしたね、じゃあ、はい、ちょうど10周年今らしいです、はい、素晴らしい、はい、素晴らしいですね、今後何年と続いていくのでしょうか、はい、もう小崎のワンはずっと続けるので、はい、当然ながら、はい、じゃあ20年30年と30年どんどん、その中でまた新しいことをやっていくんでしょう、うん、楽しみですね、そうですね、なるほど、はい、だからこのねはい、和樹さん、中野町の和樹さんは割とその小沢時代から聞いてくれてるんだけど、うん、はい、さっきコメント来てたんだよな、あれですか、2013年入ってからだから、あ、じゃなくてこれですね、山内さんたちのラジオを聞き始めて9周年になりますということで、おお、ありがとうございますと来てるんですが、こちらこそありがとうございます、はい、すごい、うん、ありがたいですね、こうやってずっと聞いてくれる方がいる、そうだね、うん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 、山内さんたちがラジオを本格的に始めたのが2013年に入ってからだから、多分2012年だと思う、そうね、じゃあちょうど10年だやっぱり、うんうんうん、ん、今10年ってことですよね、2022年でしょ、はい、だから、そうですね、今度の10月で10年、うん、あ、はい、なるほど、当たっている、うんうんうん、まあ、おめでとうございます、おめでたいですね、はい、バッテンさん、マナミンやめないでねって、はい、やめないです、マナミンもずっとこっちで一生を過ごしますから何か新しいことが見つからない限り匂わせるっていう、匂わせはい、という感じで、はい、皆さんの丸周年教えてください、はい、メールアドレスは797@fmginoan.com です、今日コメントでね、こんなやってカンカンカンって絡んでくれたら、はい、でもいいね、うんうんうん、まあ、その代わりこうコメントがこう言ったらちょっと忘れるかもしれないですけど、はい、ちょっと流れちゃって流れちゃってみたいな感じになるかと思いますが、うん、ぜひあの皆さん のいろいろな丸周年お待ちしております、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。この時間は沖縄タイムスより記事をお伝えします。まずはじめに一面から、アメリカ・ロシア原油・禁輸、バイデン大統領は8日ウクライナ侵攻を続けるロシアへの追加経済制裁としてロシア産の原油・液化天然ガス・石炭の輸入を全面的に禁止すると表明し即日実施しました。イギリス政府はロシア産の石油製品の輸入を年内に停止し、欧州連合は2030年よりかなり前にロシア産化石燃料への依存から脱却すると発表しました。日本政府は対応策の検討に入りましたが、エネルギーの安定調達に支障をきたすとの懸念から、追随に慎重な意見が多いです。続きまして、こちらも一面から、公園湧き水に PFAS、宜野湾大蛇な国基準の4倍超え、宜野湾市が整備中の公園の湧き水から2020年7月発がん性が指摘される有機フッ素化合物 PFAS が高濃度で検出されていたことが9日分かりました。 PFOS と PFOA の合計値は1リットル当たり210ナノグラムで国の暫定基準値目標値の 4.2 倍だそうです。湧き水は近隣の公園や住宅街の水路まで引く計画になっています。宜野湾市は防衛省予算で22年度に浄化装置を設置し、安全性が確認できれば23年度にも湧き水を引く方針です。続きましてこちらは社会面から、普天間離着陸1月は 28% 減、
米軍普天間飛行場で1月の1ヶ月間に米軍機が離着陸した回数、これはタッチアンドゴーや通過1000回も含みます。回数が1393回で前年同月より 28% 減りました。一方、普天間飛行場に所属しない外来機の離着陸は 11% 増の276回。日米の騒音防止協定で飛行が最小限に制限されている深夜早朝の離着陸は11回ありました。以上、この時間は沖縄タイムスより記事をお伝えしました。ポンちゃん頑張って、いってらっしゃい。鼻がちょっと痒くなってきました。いやー、ドライブ日和だ。さあ、時刻は、9時10分を回っております。 FM 宜野湾よりお天気道路交通情報をお伝えします。はい。本日3月10日木曜日、天気は晴れのち曇りです、うん。風は東の風、波の高さは 1.5 メートル。降水確率は午前中 0%。そしてお昼12時以降、夜深夜までずっと 10% です、うん。日中の最高気温、本日は22度となっております。ちなみに明日朝の最低気温は17度です。少し暖かくなった感じはするんですが、うん、はい、なんか13度とかだった時期もありましたので、それに比べたらまあ少しずつ春っぽくなってきているのかなという感じですね。そうですね、はい。あ、でもやっぱり晴れが続いてほしいですね、うん。まあ、雨もたまにはいいんですけど、やっぱり気分がちょっと落ちちゃうし、事故も増えちゃうし、そうですね、っていうので、はい。はい、はい、では道路交通情報言っていいですか。はい、はい、どうぞ。高速道路一般道ともに渋滞ありません。今の時間、高速道路一般道ともに渋滞がなくスムーズに流れています。続いてコロナ情報をお伝えします。はいはい、昨日の新型コロナ、新規783名、10代が多くて179人ということですね。うん。宜野湾市は61人の方が新規感染となっております。はい。なんかこの今日今ツイキャスに外の画面が映ってるじゃないですか、うん、のなんかこの下の部分がなんかモヤモヤってしてるように見えるんですけど、これ私だけですかね。はい、なんかちょっとかげろうみたいな感じでなんかもやもやってしてるように見えるかので、なんか外ちょっと暑いのかなと思って見てたんですが、だけです、私だけですかね。はい、気のせいでしょうか。気のせいですね。でしたね。うんうん。ということで、まあ、今 FM 宜野湾から見えるお天気、あのすごい晴れております。土曜まで晴れるという、いや嬉しいですね。うん。先ほどよりもさらにちょっと明るくなったような、8時台よりも明るくなったような気がしまして、水平線も綺麗に見えております。雲もちょこちょこってあるくらいで、あ、いいですね。いいね。はい、ドライブ日和ですね。うん。はい、今ちょっとこの気温差なのか、私また鼻がちょっと弱くなってきたんですが、はいはい、うん、こんな時こそドライブに行きたいですね。行きたいね。ほら、はい、最高だよ。わー、綺麗ですね。うん。ここら辺走ってる人、ここら辺チャタン近辺、はい、うん、今映ってるんですが、うん、走ってる人すごい羨ましいですね。そうね、はい、気持ちいいですね今日は。はい、はい、まあ、お仕事の方もいらっしゃるかと思いますが、うん、皆さんどうぞ、お気をつけて運転はお過ごしください。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、以上、お天気道路交通情報をお伝えしました。
石ころちゃんのリクエストでございます。グレーで春を愛する人。ナイセレ、ころちゃんナイセレ、ナイセレ。グレー聞いたらちょい切なくなるね。ああ、切ない系なんですね。なんかさ、レニーさん思い出しちゃう。ああ、なるほど。こうやって考えたら、いつもこの4年の中でもやっぱいろんなことがあったなと思って。そうね、いろんな人が上を、俺たちの上を通り過ぎていったな、うん、上も下も、上も下も、はい、うん、ね、グレー聞いた思い出しちゃう、うん、いろんな人が上も下も通り過ぎていったな、うん、それではこう振り返るといいいいね、コロちゃん、ナイスセレル。おドライブ行こう。しかもマナミって唯一の呼び方ですよね。彼氏にはマナミって呼ばれてたの。いや、なんて呼ばれてた。言わないマーナーって言われてた。いや、違います。何、ハニーとか呼ばれてた。ハニーとか呼ばれないですよ。マイハニーとか呼ばれてた。絶対その人呼ばれたら多分むしろ呼ぶなって言うかもしれない。マナティって呼んでたもんね。いや、違いますよ。普通にマナミだろ。うん、ではなく。これそうなの。まあ、まあ、うん、友達。友達って呼んでた。あ、よう友達って呼んでた。私、小学校の時、友達からマーって呼ばれてたんですよ。うん、で、今もその子たちがたまにマーって呼ぶ。石ちゃん。あ、先輩に一人だけ石って呼ばれて。マナチ？そんな呼ばれ方しないですよ。でも学童でバイトしてた時はマナーでした、ね、じゃあマナーだろ。マナーだろ。石像？あ、でもこのマーって呼んでくれてた友達一人がいて、うん、その子がめっちゃ仲良かったんですけど、うん、病気かなんかで、うん、今喋れなくなっちゃって、もうでも私のことももう分からないぐらいの状態になっちゃって、それがちょっとたまに悲しい、なんか思い出して。今も、多分お家で寝たきりかな。なんで急に？あ、私も分かんないんですよ。大学が別だったので、Facebook でやり取りはしてて。うん、体調悪いから病院にいるけど会おうねみたいなっていう話してたけど、結局会えないまま喋れなくなっちゃって。あら、切ないねっていうのがありました、うん、あの子はめっちゃ仲良かった。バッテンさん、カイラもとっくに帰ってきてるよそう、実は沖縄にいるっぽいですよね。いるっぽい。ないと思います。一回行きましたよね。でも嘘、あ、違うかな。あ、一回行って、だから戻ってきてるってことですよね。一回だから、それでモーニングエイトもやめたからね。あ、ですよね、うん、うん、でしたよね。そういうこともある。あ、ヘキちゃん偉い。髪染めた
かでも紫っぽくない？紫っぽい。紫に見えます？見えた、紫。セクシーね。なんか肩が寒くないのかな。ゆきちゃんはもう京都生まれだから全然寒くないらしい。そんな、もうでもゆきさんもこっち来て結構経ちません？経つはず。何年って言ってたかな前。今日さ全然メール読んでないから読もうか。そうですね、メール。おかげさまで告知はできたので。辛そうだったんだ。カイラ。そうなんだ。やっぱなんかいろいろあったんでしょうね。いろいろあるんだろうね。アメリカ恐ろしいな。今度女子会しようねって、あ、ぜひ女子会しましょう。最近女子会をメリアム、ごめんね、ナンシーさん。ネジが来てる。はい。あ、そうなんだ。こっちからかな。これと続けてやもんか。はい。さあ時刻は9時20分を回っております。 FM 紀の湾よりモーニングエイトお届けしております。メールがいっぱい来ております。たくさんありがたいですね。今日のテーマは丸周年ということで、はい、では早速紹介していきたいと思います。はい、まなみさんおはようということで、春めいてきましたね、お花の季節嬉しいな。ナンシーさん、これは山内さんもいる。山内さん、山内さんもいる。山内さんおはようも付け足していただければ多分喜ぶのかと思います。はい、さて私は先日生誕50周年を迎えましたよ。50歳なんだ。なんですね。なんかコメントからそんな感じしないけど、はい、ありましたけど、はい、2月20日がお誕生日でした。半世紀生きてきたのかと思うと、まさに竹内まりやさんの人生の扉な気持ち、わかりますかって。人生の扉ってなんか聞いたことありますか、曲。 No なんか歌詞になんか共感する部分があるんでしょうね。ね、ちょっと調べてみよう。人生そんなに長くないよ、好きなことしなきゃねと思う今日この頃、うん、夢に向かって精進します。まなみさん、皆さん夢はありますか。ささやかなことでもそれが胸ときめかせてくれるなら素敵だよということで。あ、確かに。いや、素敵な言葉ですね。素敵ですね。はい、そんなナンシーさんから、今日は聖子ちゃんのバースデーだよって。そうなんだ。そうなんですね。リクエスト曲も聖子ちゃんのいただきましたね。はい、何周年って自分自身を振り返ってみるといろんなことを思い出すねということで。確かに。ありがとうございます。うん、生誕50周年はすごいですね。うん、私もちなみに1月で生誕30周年だったので、なんかこの区切りがやっぱいい年に来たら、なんかちょっとやっぱり30年ってすごいなって一応思いますよね。うん、この30年で何をしてきたんだろうって思ったらちょっとうんって思うところもあるんですけど、うん、はい、まあ、たまにはこうやって振り返るのもいいのかなと思います。ちょっとね、はい、最初のこのメールのあれがすごいいいですね。はい、人生そんなに長くない、うん、好きなことをしなきゃねという。はい、いや、まさにその通りだと思いますね。夢なんですか。私の夢、はい、幸せなもの、ときめくものだけに囲まれて過ごすまあ人それぞれです夢は。ひふみさんの夢、ひふみずばを死ぬまで続けること。お、素敵素敵素敵ですね。はい、あ、でもいいですね。だからそういうやっぱ目標とか、うん、自分のやりたいことみたいなのがあったりしたら、それだけで確かに楽しいですよね。うん、だからこれに向かって日々過ごしてるから、まあ、ちょっとやそっとのなんかちょっと苦しいこととかがあっても OK みたいな。そうそうそう、まあ、どうってことないやってなるじゃないですか。はい、うん、それは大事だなってすごい思います。確かに。はい、コロちゃんの夢、日々現役、はい、
ほう、僕の夢教えて、なんだ、教えてって来てますよ。僕の夢はやっぱ死ぬまで現役。一緒ですか、石ころさんと。日々現役なんていうのかな、なんかこう、うん、こんな感じでずっといたい。あ、今の感じで追いたくないってことですか、この、はい、うん、元気に。80になっても看護師さんのお尻ピッて触れてお、あ、じゃあ男であることを、そうですそうです、やめない、忘れたくないみたいな、うん、お、80歳の時楽しみですね。あと30年くらいですか。そうね、うん、僕のだからアナコンダはもうアナコンダのままでいてほしい。台湾姫ハブになってほしくない。まあまあ大丈夫、はい、嫌な患者だわあ、チューバーってきてますね、はい、まあ、元気がいいですよね、うん、一番ですね。そうですそうです、うん、バッテンさんからオンエア中にご臨終悲しいねって来てるんですけどどういうこと、あ、オンエア中にご臨終、はい、でもかっこよくないですか。でも一応、はい、そうです ね、うん、なんかまさにラジオ人って感じですよね。そうそうそう、うん、逆に憧れますけどね、うん、はい、あ、でも私それこそ、あ、ま、ちょっと話長くなるんですけど、うん、あれこの前だいぶ前にラジオどこかで喋ったラジオで結婚式、うん、あれちょっとやりたいです本当に。あ、いいんじゃないですか、はい、ちょっとそれも目標にしつつ、うん、って感じですかね皆さん見てる方はトラウマだなあ、死んでしまったら。そうそうそう、ラジオの途中。いやでもかっこいいと思うけどな俺、逆にそういうラジオとか、まあ、自分がやりたいですし、ひふみさんがもし、はい、そうなってしまう、やりながらさ、はい、うってうってなって、はい、あるいはもう、うん、どうだろう、いいと思うけどな、うん、生き様ですよねまさに、はい、はい、ラジオネーム進撃のめいちゃん、はい、ありがとうございます。まなみやんだ山内氏、じゃあ本日もおはようございます。今日から2連休ではなく出勤ボードを確認4連休ですが、父親の脳外科定期検診日、バタバタしていますということです。はい、あ、そしてこの朝方生活も先週で1年が経ちました。うーん、朝5時起床はしますが5分間背伸びをしてから起床。以前までは夜のお仕事でしたが真逆の朝方、まあ基本的に夕方までには帰宅するので嬉しいんですけどね。そのお仕事も今日から4連休ゆっくり休みたいと思いますということで、まあ、朝シフトになって1年ってことですかね。そうですね、うん、1周年、うん、今後もこの朝シフトがやっぱりいいんですかね、うん、夜とどっちがいいなっていうのはあるんでしょうかね。うーん、1年くらい経つとだいぶ慣れてきますよね、はい、私も1年くらい経たないと逆にその場所に慣れないことがありますね、うん、いや今日から4連休ぜひゆっくりお過ごしいただければと思います。タバコ歴27年の人がいます、石ころさん。計算が合わないなさあここで一曲、はい、黒猫の安心さんのリクエスト、松田聖子でレモネードのナッツ。いいね、聖子ちゃんの曲、なんかタイトルもすごい可愛らしいですよ ね、 可愛いよね、レモネードとか。もうなんか本当女の子って感じ、渚の。死に方によるよね。俺だったらちょっとなんかあのスナイパーに狙われたい。あ、なんじゃこりゃつってか。って言ってなくなるんですか。松田優作みたいじゃん。なんじゃこりゃ。わからない。それがいいんですか。それがいいじゃないですか。私はどうだろうな。90g。 なんかこの病院にも施設に入ってなんかどうとかよりはなんか元気な、そうね、庭とかがいいですね。縁側とかに
ひふみさん言われ放題になった。さっきひふみさん言われ放題だよね。なんか皆さんあれですかね、なんかちょっと掴んできたんですかね。掴んできたの。ひふみさん。ああでも確かになんか隠居生活みたいなのをしたいなっていうのも一応あります。うん、確かに。わからん。長谷淳さんがときめいてるかいって。そこそこ。でもなんかあのちゃんとなんだろうな、自分を見つめるように、うん、ここ数年で日々心がけてるので、なるべく好きなものに囲まれるようにあれはしてますよ。なんかときめいてますよ。いいね。はい。ゆみさんありがとう。そうだ、今日もメールしないと。ひふみさん、ひふみさん今日テーマ何ですか。先週メールできなかったね、ごめんね。できれば LINE の方にテーマを、あこっちツイキャスに送らんとね、みんなにあれしないと。あ、ツイキャスにも多分送った方がいいかもしれない、うん。パレードしたいな。でも確かにカジマヤとかまで一応なって、うん、かまどおばあ並みに元気みたいなおばあちゃんにはなりたいです。ああ、そうね、足腰元気で頭も頭脳面積みたいな、うん、感じにはなりたいな。そうだね。あ、青の軍団さんも久しぶりな感じがしますね。モッチーってあれですか。こっちだ、マキ。あれですか、ENT? そうそうそう。前も言わずだ。そうですね、カードオーバーその健康の秘訣を知りたい。被災と関係ないやつでもいい？震災の話俺あんまりできないんだよな。いいよ。夜系の話でいい？備える。私、宮城県に行ったので、いずれはまた行きたいなと思って。あ、その話メールしたの。そうですね。これすごいよね。あれから行ってないからな。じゃあ俺の夜系のさ、あのメールをひふみさん感動系に持っていってくれる。エイトワングランプリ、はい、あ、もうすっかり忘れておりましたね。エイトワングランプリ、どん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 、はい、はい、さあエイトワングランプリ、今週はですねポイント2倍、はい、
ウィークでございます。あ、ポイント2倍なんですね。そうですよ。そして、はい、これはですね、はい、今週のお題はリカパン救済として、はい、リカパンが自分の得意なあれでお題を考えてきたやつをやってます、はい、でお題は、はい、意外と美味しい組み合わせでございます、はい、リカパンが得意とおっしゃってたんですが、はい、はい、意外と美味しい組み合わせ、意外と美味しい組み合わせ、はい、うん、リカパン、はい、まあ、点数言うとですね、月曜日マヨが 6.5 の13点、お、はい、マヨが最近不調でございます、うん、そうですね、マヨさんにしては確かに低いかも、はい、でアカリンが6点の2倍で12点、はい、リカパンが 7.6 点、おお、はい、あ、これは2倍されて、2倍されて7点、お3.8 点、あ、おー、これあの子は、罰ゲームほぼ決定ですね、確定なんですかね、1日 FM ギノワン掃除係をやってもらいます、はい、あら、なんという、救済ならずってミヤさんから来てますが、救済どころか、どころか一番得意とするテーマだっただろうにみたいな、はい、あー、そっか、ということで、では早速いきましょう、はい、はい、マナモッコリの意外と美味しい組み合わせスタートです、はい、これ山形県の一応郷土料理でもあるんですけど、まずきしめんをうどんを茹でて用意して、でまた別でシーチキンと納豆を混ぜたものを用意します。それにその茹でたきしめんをつけて食べる、これめっちゃ美味しいんですよ、引っ張りうどんって言うんですけど、皆さんぜひ食べてみてください。はってこれまあこのお好みで醤油とかかけるんですけどあ、醤油、でも醤油とかかけなくても正直美味しい、醤油かけたら美味しそうだな、うん、うん、あるやつ一応あるやつなんですけどでも意外と美味しい、調べたやつ、あ、調べたんじゃなくて、一応我が家では結構昔から食べてる結構昔からあるやつなら厳しいなでも一見自分でやろうとは思わなくないですか、あ、まあ確かに、はい、うん、うんうんうん、あ、でもサバ缶も美味しいんですよ、実はサバ缶と、うん、納豆混ぜて食べても美味しい、あ、でも俺シーチキンがいいな、でもシーチキン美味しいですね、だからそれで納豆と、うん、例えばシーチキンとか納豆とサバ缶とかああいうカンカン系混ぜて食べたやつ美味しいですよ、まなみ普通やし合いできてるよ、はい、違う、美味しいんですよはい、山形では納豆とサバ缶が定番、うん、あ、普通だった、うーん、軍団さん意外ではないそうか、残念、はいあ、でも美味しそうだけどね、はい、うんうんうん、うん、でオリジナリティっていう言葉がちょっと強く言ってる、そうですね、ええ、オリジナリティって言葉分かるかってちょっと強めに来た感じですか、はい、でもこれしか思いつかなかったんですよね、意外な組み合わせ、うん、私の中ではでもこれが結構意外だった、私なりのあれですね、意外な組み合わせ、僕の意外な組み合わせで、はい、あ、これ後でやろう、うん、はい、はい、それではここで1曲お届けします、ですね、めいちゃんのリクエスト、松平健、マツケンサンバ2。これはなんかよく聞くやつじゃないですか、うん、しかも私メロン食べれないからみなさんもういい？ってならなかったそっか。
え、そうなんだ、みんなよく知ってるね。俺全然分かんなかった。マヨネーズってなんか普通じゃないですか。でもマヨネーズも嫌いなんですけどじゃあ皆さんで締め切り。あ、結構皆さん知ってるんですね。みんな知ってるんだね。俺も知らんかったな。はい、出ましたよ、まなみさん。はい、はい、ですね、はい、まなみさんの得点、はい、4.7 2倍で 9.4 で、ね、いやでもリカパンは 7.6 ですから、あ、一応ギリギリ勝てた。勝てたね、9.4、はい、そうですねこれでますますリカパンの罰ゲームが、はい、濃厚になってきました。はい、あ、よかった。でもとりあえず、はい、あの今週の最下位は出せたようで、はい、じゃあ僕の意外な組み合わせ言っていいですか、はい、皆さんもしよければ点数曲の間につけてほしいんですけどカレーにウスターソース、これ普通じゃない普通か普通、あ、マジカレーに、定番なの？カレーに何があれなのかな。カレーにウスターソースは普通じゃないですか。4点、お、4点だよ。でもマイナス10点。え、なんでやねん。おお、うそ、ど定番なの。うん、1点。いや、私のこの納豆とシーチキンよりも多分普通じゃないですか。意外じゃないんだ。0点。あ、嘘、ココイチでも置かれてるんだよ。ソースあるぞ。あ、カレーに納豆はやりますよ、よく。よく聞くよね、はい、だからそれに対抗して、うん、今ウスターソースだったんです。いや、納豆の方が納豆の方が多分、え、山一山呼ばわりされてます。山あ、そっか、普通か。あ、はいはい、一つ今また思い出したのが、言ってください。いいですか、うん、食パンにスライスチーズ乗せて、うん、その上にシラスを乗せるんですよ。美味しい。これの方が普通だよね。え、これ普通です、うん、そっか、これはよく、うーん、じゃあ結構普通なのか。普通普通、みんなの普通の幅が広いですねまあ、リカパンのネタチョイスミスですね、うんうんうん、これは。はい。いや、まあ、あんな自信満々だったのに。まあな、それも普通。以上、エイトワグランプリでございました。難しいな。いや、しらすは。ちょっと、まあな。まあな。ああ、そっか。さあ、時刻は9時43分を回っております。なんかこの意外な組み合わせが、なんか意外がどこにあるのかが難しいですよね。難しいね、今回は。まあ、それでもね、 9.4 だから、はい、そうですね、お前なんか2人は小市民ってことだな食パンにスルメとチョコレート、絶対ない、そっか、食パンないないない、もうチョコの時点で嘘だよこれ。うれうれ
カレーにコーレグースはでもかける人いますよね。カレーにコーレグースいます？たまに。うーん、コーレグースを何でもかける人がいます。カレーは結構おおいしいんですかね。ひふみさんの意外な食べ方、はい、テーマで言ったら、じゃがいもをスライスしてピザ生地の代わりにしても美味しいよ。おお、これも普通じゃないですか。言われちゃえ。じゃがいも嫌いだし、ね、ってなったら結構意外な食べ方。やがらけ。今日強いですよね。ひふみさんも最近強いですか。あ、最近強いんですか。はい、なるほど。エイトワに関しても。あ、エイトワに関しても。なるほど。はい、さあ、さあ、メール来ております。今日丸周年ということで、はい、はい、読める。読みましょうか。うん、はい。あ、そんなひふみさんからですね。はい。はい。ヘイマナミンに山内シージャーに皆さん、自転車の鍵を閉めるより財布の紐閉めるひふみです。ごくんちょ、うん、ちょっとよくわかんない。さっき大喜利ですね。してわんこ年、父親歴27周年、キャンプ歴25周年。おお、ちょっとくしゃみが出て。キャンプ歴25年すごいね。キャンプすごいですね、うん、牛乳配達歴17周年、禁煙&愛車購入12周年。おお、花本歴8周年。お、毎日何かの記念日だったりするのかな、うん、そうだと楽しいねということで。どういうことですか。マナミンは FM ベンゼマ 4周年おめでとう。FM ギノワンじゃん。 FM ベンゼマになるんですか。いいね、FM ベンゼマにするか。あ、4周年といえばヒーフミーズバーも昨年の10月で4周年。え、お、4周年なる。あ、でも私が多分 入ってからでしたよ。だよね、うんうん、だから多分同じぐらいだと思います。うん、そうだそうだ、はい、あの時さきっこがいたもん。うんうんうん、でしたでした、うん、でそんな今夜の、あ、4周年になったこのひふみずばですね、うん、それこれからもライフワークとしてひふみずばを続ける所存だから皆さんよろしくございます。あ、もう続けて、はい、そんな今夜のひふみずばには、うん、明日3月11日が東日本大震災から11年となることで、うん、福島県から沖縄へ来ている長谷川さんがご来店。ちょっとくしゃみが出そう、うん、あ、じゃあ 俺がいいもんね。長谷川さんは沖縄で福島県いわき市の震災被災者の連絡会の会長をなさっているそうで、当時の様子は今の被災地被災した方のリアルな声をお伺いできればと思っています。テーマは備える。ぜひ皆さんも東日本大震災での経験や今思うこと思ったことも含めてテーマ関係なくメールをお待ちしております。てなわけで今夜は長谷潤さんの FM ギノワンの初泣き記念日、 お楽しみくださいませ。ということで、いいですね、冷やみかち東北首里城すべての被災地、はい、はい、いや素敵ですね。初泣き記念日、初泣き記念日、はい、いいね、これが1年後には1周年になってみたいな、うん、その頃にはまたもしかしたら長谷川さんがもっとラジオに長谷川さんラジオやったらいいんじゃない、出ているかもしれないですね、うん、いやありがとうございます。いろんな記念日がありますね。こう考えると私ももっと掘り出せば何かあるのかもしれない。う、ね、うん、はい、ということでメールもう一つご紹介しましょう、はい、読める。はい、読めます、うん、モーニングネーム沖縄大好きさん、ありがとうございます、はい、可愛いといただきましたね。ありがとうございます。はいはい、読みます、はい、読みます。マナミンさん、山内さん、おはようございます。沖縄大好きです。マナミンさん、可愛い。はい、ありがとうございます。メッセージテーマ、私の丸周年。先月、ラジオリスナーになって9周年。来年は10周年。来週は僕が生まれて26周年。ってことは、27歳になります。考えてみれば、山内さんと知り合って9年。マナミンさん、山内さん、これからもよろしくお願いします。こちらこそ。そうね、9年。あ、じゃあ中野町の和樹さんとかと同じくらいなんですね。同じぐらいだね。 FM 講座初期の頃ですね。いや、ありがたいですね。この初期から聞いてくれてる方が今もこうしてメッセージも送ってくれて。そうだから沖縄大好きさんでしょ、さっきの和樹さん、うん、さらにこの次読みます、ラジオネーム、はい、かっちゃんとかも。あ、かっちゃんさんも、うん、本当だ。かっちゃん読める。はい、
山ちゃん、まなみん、リスナーの皆さん、おはちょい。おはちょい。テーマ、私の丸周年、うん。かっちゃんはね、おかげさまで FM ギノワンリスナー歴&女性パーソナリティさんガチ恋して8周年。みんなにツイキャスでいじられてますけど、まだまだ続きます。以上やでって。すごい。かっちゃんもいろいろあったからな。自分でもうあれしてるんですね。うん、認めて、自他ともに認める女性パーソナリティガチ恋。はい。本当ね、すごいですね。9年、まあ10年ぐらい。ありがたいですね。じゃあ10年、まあ、9年とか。10年っていろいろあるよね。はい、何名の方に恋をされたのでしょうか。恋をしたのでしょうか、うん、かっちゃんさん。数えてみるとたくさん。多分1人目2人目、はい、3人4人ぐらいじゃないですか。それでも。そうですか、うん、でも多いよね、10年で4人。あ、いやすごい。そうでもないか。いや、そんなリスナーさんたちに支えられて FM 講座、そして FM 技能案があるわけですが、はい、はい、じゃあ丸周年。丸周年、丸丸っぽい。そう、今回いろいろ調べたんですけど、うん、まず宜野湾市、なんと今年7月に市政60周年を迎えるそうですよ、ね。はい、すごい、60年。はい、で私の、うん、ちなみに地元である浦添市は2020年の7月に50周年、市政、市になって50周年。あ、宜野湾の方が古いんだね。そうみたいです。はい、ということで、私の、親が58とかになるのかな、うんうん、だからその私の母とかが生まれた時ってまだ浦添村だったって考えたらちょっとびっくりして。あ、びっくりだね。ちょっと衝撃でした。浦添村だったんだ、うん、浦添村から一気に市になったんですよ。へえ、うん、1970年だったかな。っていうことで70年って僕が生まれる5年前ですよ、はい。その頃は村だったんですよ。あと5年遅ければ俺も浦添村の時に生まれた、うん、そうですよ。やばいね。なんて都水村すごいですよね。村すごい、はい、ということで、まあ、今年は7月に宜野湾市、市になって60周年ということで、うん、まあ、このコロナ禍で何があるかはちょっとわからないんですが、はい、もしかしたらいろいろお祝い事があるかもしれないですね。ですね、はい、エンディングナンバーは、はい、かっちゃん、そんなもう長きにわたって支えてくれております、うん、かっちゃんのリクエスト、ハジで記念日フューチャリングミワ。あ、いいですね。いいですね。かけながら、はい、番組を、うんうんうん、終わらせに行きたいと思います。行きたいと思います。そう、ちなみにもう一つ皆さんに聞きたかったのが、はい、この何周年ってお祝いするときに、例えば結婚記念日だったら、うん、なんかあの、まあご飯行ったりとかなんなりするじゃないですか、うん、こういうなんかささやかな記念日の時にお祝いすることってあるのかなと思って、なんて言うんですかね、皆さんに聞いた方がいいね、うん、僕はね、うん、で私は一応例えばこうやって、まあ、FM 技能案、あ、4周年だとかってなったら、うん、心の中でちょっと、うん、おなんか感慨深いなって思いながら、うん、まあなんか美味しいものを食べたり、自分でまあそういうちょっとそういうのを考える時間を作る、そういう日にするみたいなのがあるんですけど、うん、皆さんどうでしょうか。みやさん来ております、はい、先月結婚記念日ありましたが、うん、何もありませんでした、丸。ああ、そうなんですねで結婚記念日に関してもじゃあ10周年とか20周年とか付き合った記念日とかでも、でも結婚記念日1年に1回ぐらいは食事とかしたいですけどね、はいはい、うん、どういうもんなのかなと思って、まあ、結婚記念日だったらもしかしたらやるかもしれないですけど、ね、うん、これが仮にじゃあ付き合った記念日ってなった時に、うん、たまにこの何ヶ月何ヶ月でやる人たちがいるじゃないですか、うんうんうん、あの人たちはどういう気持ちなのかなって、もうラブラブすぎてたわけさあ、とりあえずお祝いしたいみたいな、うん、あっていう感じなのかな。まゆいさん、うん、うちはお茶漬けパーティー、うん、お茶漬けパーティーいいですね。あ、まゆいさん、あ、まゆいさんがね、はい、私の母子手帳には小座しって書いてあるよって。すごい。みやさん悲しい、今度誕生日がありますが期待はできません。いや、そこはちょっとなんか期待できる何かがあるといいですね。ちなみに誕生日いつですか、うん、僕らでお祝いしましょう。そうですね、うん、ぜひ。だから今こうやっておかげさまでなんかラジオで
祝ってもらえたりとか、私もこうやって喋ることでリスナーさんに例えば祝ってもらえたりとか、おかげさまでたくさんの人に、ね、はい、うん、なんかそれすごいな、嬉しいことだなと思うので、皆さんでお祝いしましょう。3月26土曜日、土曜日ですね、はい、僕10月だろ聞いてないあのコロちゃん近くなったら教えてね佐藤坊さん、はい、個人的なイベント丸周年何周年とかは振り返ってみるということかな。そうですね、やっぱりそういう年を迎えることでちょっと振り返ってみて、あ、まあこれからも頑張ろうみたいな感じですかね。さあ来ました、はい、タイトル、はい、まなみにまなもっこりに、はい、あ、ちなみにごめんね、ちなみにまなもっこりには面と向かってまなもっこりって言ってないはず。タイトル、タイトル、まなみに山内さんほもっこり石ころです。 FM ギノワン歴多分5年ぐらい、チーケスがなかったら FM ギノワンの存在すら知らなかっただろうな。ちなみにもっこり言ってるのも5年だぞ、まなもっこり。そろそろまなもっこりどうか。どうかっていうのは何をどうかですか。分からない。これからもじゃあでも一応言っていいんじゃないですか。そうね、はい、え、5年なんだ。なんか5年、おでも石ころさんといえば ね、 ね、もっこり、うん、私とほぼ一緒くらい、一緒か、まあ、1年先輩くらいってことですよね、うん、すごいですね。でもありがたい。でもおかげさまでこのもっこりつけて喋るのが石ころさんのキャラみたいな感じになってるじゃないですか。そうそうそう、ポンタも今それに毒されつつありますほら、あ、サーバールームからほもっこり仲間が、新たなブラザーが増えましたね三兄弟っぽいからそうですね、ひふみさん、石ころさん、ポンタさんみたいな、うん、三兄弟が生まれましたね、はいさあということで、まあ、これからも FM 技能、そして、まあ、皆さんどうぞよろしくお願いします終わるじゃん皆さんありがとうございました。私も入れて、入れていいんですか、むしろ兄弟に。なんだかね最高です。これあれ入れてないのかな、 YouTube です。 YouTube あらま、いらっしゃらない。あらま。あとで追加作業かな、はい。皆さんじゃあありがとうございました。あ、いいですよ。はい。